はい皆さんこんにちはペンキ画家の証言です、えー、アフリカの、えー、タンザニアのブンジュっていう、えー、200人ぐらいの村に僕はあの住みながら絵を習ってたんですけれどもそこで起きたえっ、ー、と実体験を、えー、絵にしました、えー、これはまあ過去の作品なんですけれどもえっ、ー、と僕がその村に住んでいる時ですねある日、えー、朝外に出ると はい、近所に住むみんなのムードメーカークリスくんという男の子3歳なんですけれどもその子が洗濯紐に引っ掛けられていましたでその横にはええんじょちゃんという3歳の女の子が横にいたんですけれどもでこの子がですねあの僕が絵を習っていた先生の娘で,であの一緒に暮らしてたんですけど。 えっと、エンジョ何してんのって僕は聞いたんです。そしたら、今からクリスを干すんやって言うんですよね。えぇ、ー、っていうことで、えエンジョはね、あのー、強い風が吹いてきたら、あの、クリスが洗濯物と一緒にこうやってぶわっと舞い上がっていくから、それを待ってるって言うんですよ。えー、ま、うっせろっていうことで、あの、ずっと待ってたんで、もう本当に、あのー、<laughs> <laughs> まあ親も何も言わへんしあのびっくりしてたんですけどでねあの2人でね空を見上げながら450分ぐらいですねボート見ててであの見てたんですけどまあ風がね吹かなかったんでまあ2人はしびれを切らして向こうのところにやってきまして「あの絵を描いてるやろ」ってもう風が吹かへんしクリスが空に舞い上がっていかへんから。 あの舞い上がっていこうとする絵を描いてほしいって言われたんですね。あそうかということで描いたのがこの絵です。でこの絵のタイトルはですね「えっと、くだらない」の中にっていうタイトルの絵なんですけどよくね文珠村の人が僕に言ってくれたんですけど証言なってあの「くだらないわ」とか「しょうもないわ」とか「アホやろ」って言われることの中に「幸せ」っていうのがあるんやでっていうふうに言ってくれてたんですね。 まさに、この、ね、瞬間には、まあ、幸せがたくさん詰まっていて、なんかその、まあ今ね、本当に忙しく、働いたり、まあ家事したり、生活をされている日本人の方って、とても多いと思うんですけれども、やっぱりアフリカの、まあこの子たちと住んでいると、まあ村人たちと住んでいると、あの、まあ心のゆとりって何なんだろうとか、 えと本当に大切にしないといけない時間って何なんだろうかということで、えー、考えさせられる出来事がねたくさん、えー、ありました。うん、でその中の一つが、あのー、このシーンなんですけれども、うん、なんかねなんか向こうの人がねなんか僕本当に、あのーまあ、急いで生きてたというかなかなかあの心に、まあ、このね村に 仕事を辞めてきたんであれなんですけど、まあ、仕事を辞めてきたのに、まあ、心に余裕がなかったっていうのがあって、あのー、向こうの人からなんか将棋を見てるとなんかですねでもなあって「無駄やろ」とか「しょうもないわ」とか「アホやろ」って言われることの中に「幸せ」っていうのがあるのに。 上限もっと考えた方がいいでってもったいないでっていうことで、えー、ずっと言われてました皆さんにとってのね幸せって心の底からの幸せって何ですかそしてあのー、どんな時間を過ごしてる時が幸せですかうん、まあ、それがね仕事をしてる時っていう人ももちろんいらっしゃいますでしょうしえっ、ー、と何もしてない時っていう方もいると思うんですけど なんか本当に自分が幸せな時間って何なのかなとかえ心のゆとりって心の余裕っていうのは一体何なんだろうということでなんかこの絵を通して皆さんも何か考えてもらえると嬉しいです。んなんか日常の中にあふれるなんか小さな幸せっていうのをあのいかに キャッチできるかということでそこに重きを置いてあのこの文字村の人たちは生きていたのでなんか私たちもねあのそういうことをなんか意識しながらなんか小さ,小さな幸せっていうのを日常の中からキャッチしながらみんなで生きていけたらなっていうふうに思いますはい、えー、くだらないの中にっていうタイトルの絵でしたありがとうございました E